こんにちは、プロトリーフチャンネルです。今日はちょっと変わったポトスをご紹介したいと思います。僕がこう手に持っているこちらの品種なんですが、まあ、普通のポトスですとこちらに色が入っているはずなんですが、こちらはもう真っ青なポトスなんですね。で、普通のポトスでも緑に戻っちゃう、光線が足りないと緑に戻っちゃうような時があるんですけども、こちらはもう最初から全く風の入ってない真緑のポトスです。まあ、その名前もですね、パーフェクトグリーンという、まあ、本当にいつまでたっても緑のポトスなので、まあ、何がいいかっていうと、暗いところでもすごく耐えやすくなってますね。光合成する力が強いので、割と暗めなところでもより耐えてくれるというポトスになってますね。で、緑もすごく鮮やかで美しいので、まあ、通常のポトス、本当に主張しないこちらの色がどこに置いていただいても何でもアマッチするかなと思いますので、ちょっと普通のポトスに飽きたらこういった面白いポトスを飾っていただくのもいいんじゃないかなと思いますので、ぜひやってみてください。